うん、こういうのはちょっと見てかんようにしましょうか。あ、こういうのってのはあれね、これね。子供は付録みてえな。ちょ、俺こんなこと言うだっけ？そんな人間やったっけ？本当に。俺そんなこと言うっけ？それくらいのイメージってそうだろ？子供は宝ですよって。子供はお前、あれやな。そりゃ可愛いけど、でも、まあ、嫁さんと結婚すると思って結婚してんにゃで。嫁さんがちゃうでよ、お前子供は付録やろ。あれる。え、子供は付属品やろ、おまけやろ。って言われた方が嫁さんは喜ぶんかもしれんな。女は嫉妬深いしな。あ、そうだね。なるほど、いいこと言いますね、高幸さん。まあ子供だけが結婚じゃないですからね。なるほど、さすが的を得てますね。はい、じゃあ続きまして、お前の高幸、人間とは思えない行動する。するわけねえやん、人である俺が。よろしくお願いします。あの、34歳、実家暮らし、床ペロ勢なんで、皆さんに支持していただけたらと思います。よろしくお願いします。まだ限界を知らないんだ。なんか桃地の不都合みたいなやつが来たぞ。私を見くびると。あ、よくわかり、僕顔桃地にめっちゃ似てるって言われます。ありがとうございます。え、なんてこいつら、なんて喋ってる、わかんねえ。たまんねえ空気感やな。ももち俺似てるって言われんのよ。あ、やばい、 VC ついてる、これ多分ついてないかな。え、桃色クローバーの方じゃなくて。私がジャンプマス。じゃあ、あの、ユカペロ勢なんで皆さんに支持いただけたらと思います。お願いします。私は勝利へと導く。私がジャンプマスター。34歳独身です。お願いします。この政治家みたいな喋り方ね。何言っておい、勝つんや、こっちは。必死なんや。頼む。俺のジャンプじゃ勝てやんねや。お前ら飛んでくれ。頼む。お願いや。これは本当に真剣なお願いや。頼む。次譲ったら切断する。怖がらないでいいのよ。ただ目を。マジかこいつ。やっぱ野良の VC ってクセやな。ちょっと座学でもしようぜ。よろしくお願いします。すごいノリに乗ってるやん俺。みんなが思っていたことを言っちゃう桑名に爆笑するおえちゃん。あんたの気持ちはよくわかるよ。いいと思う。分かっちまう。自分でも怖いくらいにな。でもそいつは野放しにするとすぐに制御できなくなる。暴走した正義が行き着く先はいつも同じだ。自分の正義のための犠牲を都合よく正当化する。例えば沢先生のような人の犠牲も。くどい。本当の正義なら賛同する。真実から逃げたりもしない。本当にくどかったもんな。さらけ出さない限り公安はどこまで持ってくる。分かってんのか。今のまま捕まったらあんた。本当にくどかった。キムダク、なんやろうと思ったら、そんなこんなことあったっけ。いや、嘘やと思う。俺じゃないんじゃないこれ。じゃあもう3月とか一発目、まずこれから行く。これ最後な。一発目これから行くか。なんやこれ。あ、まあ、あれや、ソウルメイトとかいうわけわからんこと言うやつや。じゃあ見てみましょう。あったなー。うん。こんな、なんか久々に見たな。うんこちゃん久しぶり。どんぐり。あの、そこまで別に仲良くない。どうしても、確かに三重から来てもらえない。でもどうしても来てほしいんだっていうほど仲は良くない。そう、一回しか会ったこと、一回しか喋ったことないから。そうだよな。好きだけど別にそんな。好きなんや。ソウルメイトじゃないから。ソウルメイトってあんた。ソウルメイトは若ぶりすぎやろ、いくらなんでも。ちょっと待て待て待て。本当に、あのね、もうごめんなさい。もう、加藤純一さんのおっしゃる通りです、本当に。全部今回に対してはもう、あの、いいね、正解大卒です、これ。あの、大正解です。
全てあったらしいです彼が。いやーなるほど、まあ、そうだね。いやーちゃんとしてるなこれが僕と加藤さんの最後の関わりでした。皆さんありがとうございました。3月です。この後嫌われますね。お、本田くと、あ、これめっちゃ好きやった。ちょっと待ってな、これからいくか。真剣アフレコ、なんかアフレコするって枠を取って、それでアフレコすんねやって。おもろかったよな。はあ、重い。先生ったら、こんな本の移動なんて男子に頼めばいいのに。こんなの頼めるのはカナしかいないんだ、頼りにしてるよなんて言われたら、断れるわけないじゃない。いいように使われてるとしか思えないけど、これで先生の気が引けるなら。はあ、にしても重すぎるでしょ。わわ、危ない。笑った楽しかった。じゃあ次。この頃さ、人生がさ、すげえ楽しそう。面白いけど面白いけどさ、もう何が起こっても面白い時期やったんかもな。いやー今はってえ、楽しいよ。知ってる、お前ら、みかんの木ってバナナの木って、あのバナナを一回収穫するやん。そしたら次またバナナが実った時、あの一回目ほど美味しくないんで。切り落とさんとあかんのって、バナナの木は。で、美味しいバナナが食べたかったら、あの切り落として、あの木をなくしてまた新しく育てやなあかんのって。謝罪会見は滑るわ、運営に切れられるわ、散々なウロボロス。ウロボロス来たー。元気、はい、元気でーす。はい、元気でーす。すいませんでしたー、はい、僕のせいなんです。1戦目のマッチ遅れた。プレステ版のフォールガイズのアップデートがまだまだなんか終わらなくて、1戦目遅れて僕参加でき、申し訳ございませんでした。では謝罪会見から今からもう喋るのやめます。でもどう、今マッチ2は成績どうだったんですか。これ正直ちょっとポイントのシステムがよく分かってないんですけど、これってラウンドごとにポイントが増えていく感じなんですかね。生き残ったらその分、ラウンド3に残った時点で10ポイント付与です。あー、なるほどなるほど。3に残ればいいんか、うん、じゃあ2回勝てば OK ってこと。じゃあ2人とも入ってたんじゃない。おいちゃんとも入ってたんじゃない。あ、そこそこ入ったわ。入った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 。おあ、うん、じゃあ結構そのポイントとしてはもらえた方なんですか、我々の方は。そうですね、おのおの忙しいと思うんですけど、せめてルールは確認してきてください。そうですね、すいません、ごめんなさい。はい、すいませんでした。本当にたまんねー。いや、たまんねーな、これ。いやいやいや、あれはでもなんかお姉さんみたいな声が笑ってたやん、あははははってね、向こう側では。なんかこっちはやらかしたと思ってるあれからちょっと笑えなかったってだけで。いやー、あれ、え、これ81いいねしかついてねえの。クラナドの感動シーンがマサオくんになるシーン。アフレコ枠です。パパ、ん？あのね、うん、もうね、我慢しなくていい？社内さんが言ってた、泣いていいのは
おトイレかパパの胸の中だっけ。一番楽しいわ。懐かしい。え、これそんな低いの？これめっちゃ有名やん。ちょっとさすがに見とくか。2分あるんで覚悟してください。これはですね、妹が人さらいに遭ってしまって精神不安定だった時の僕です。今、僕のパソコンのモニターはこうなりました。今、僕のパソコンのモニターが初めてです、人生でこんなことになってしまったの。僕はこの現実をどう受け入れればいいですか。僕の人生で今までこんなことは一度もなかったです。返してください、僕の妹。僕の妹を返してください。胸が痛いわ。右上のガチギレスをおいちゃん見てよ。え、これなんか切れることあったっけ、俺。だって今もまともな雑談できるわけねえやん、こんな状態でののみんな今これまともな雑談できると思うか、これの。うるせえよゴミ。で、さっきのに繋がると。これ3月か。いやー、懐かしいな。なんで怒ったんですか、聞くんじゃねえよ。いろいろあったんだね。あか、俺これも見たい。これネタバレアイヌデブ。きょうちゃん元気してる。3月豊作やな。もう大配信で京一郎が優勝ですってめっちゃ流れてるの。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ流れてる。今接点だから30ポイントで。今ちょうど30対30で接点だから。ちょっと。もう大焦ってるよ、これ。あ、誰、あ、誰が貸すんだろうみたいになってるよ、今これ。これ何もあんた大丈夫かよ。おい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 。勘弁して、誰だよ、こんなコメント流してるやつ。絶対、絶対モコ、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 絶対モコ。スパイおるやん。お前、今、コメント見たけど、鉄道さんナイスとか書いてる。どういう人たちがいるのお前。収録した動画にコメントして応援してる人おんのに。今日一度言いましょうって。鉄道さんはかわいそう。かわいそう。しながら待ってる。応援しとるやん。あかん、
わ。みんなをみんな応援してんだよ。最低。みんな応援してんだよ。これはこれ今年一番笑ったんこれかもしれん。でも本当にこれはおもろかった。まあ、これは要はまああの収録してあのフォールガイズクイズを答えるっていうのは収録番組でそれを本配信で流すって意味やけど、京ちゃんがああその大会ねってこれあのみんなでこれあ見てるわけよ、収録したやつのクイズ答えていくのを。それを京ちゃんがああ俺優勝したよって言って本配信でまだみんな結果わからんのに優勝おめでとうって書くね。これマジでおもろかったな。バラしたのが悪いじゃんって、なんでそんなもん収録させたんや、言ったらあかんって決まりあったんかな。いやこれはおもろかった。これも3月な。これなんやったん。なんか僕はこれあのプレイアライブプレアラのソニーさんに気に入られたらしいですよ。これで見てみましょう。あのまあこれもさっきのフォールガイズの大会に出るっていうので、僕はあのチームウロボロス京一郎モコ打足の3人とねチームで出させてもらって、多分タイジも、タイジとかトリバードのチームで出てたんですけど、その時に宣戦布告動画を投稿してたっていうあれですね。フォールガイズの大会に関する意気込みですか。まあ優勝するでしょうね。まあフォールガイズ時代は王冠クラウンを100回以上獲得してますし、それにチームメイトのモコ、打足、京一郎も、まあ、今回の大会に向けて仕上げてきてるんで負けることはないでしょうね。ライバル、うん、ライバルが大事。まあ彼とは同じプラットフォームオープンレックでやってる仲なんですけど、まあどっかでね決着つけねえなっていけないと思ってて、まあそれが今かなって、うん、まあ仲良くしてもらってますけど、今大会が終わる頃には彼の臓物とメガネがずり落ちてるでしょうね。以上だ。何この人。何この人。いや好きやわー、これ俺が好きなお笑いやわ。こいつセンスあるな、俺の好きなお笑いしてくる。さあ次4月いきますか。わあスモモンのあれや食うやつや。またムチで叩かれた。片はめ小道寺おえちゃんが捕まった時の映像。これから行くか。地球爆誕が4月か。ああ今から8ヶ月前時の、今で言えるけど俺が捕まった時の映像が残っててさ、インターネットに。今やったら言えるかな。俺が捕まった時の映像なんやけど、懐かしいな。これあの本当に僕です。じゃあ続きまして、どういう意味なんですかって。いや地球なんですよ僕は。俺が消えたらその瞬間地球が消えんねん。家族以外が俺に触るな地球や。え、タイジ君に褒められてるシーン、どうやって褒めてたんや俺のこと、言うてみ。懐かしいわ。しかもこいつうめえし、マジで。おぉ、ペロにあの距離をやれたな、今。仕留めた。これ絶破で落とされて。あ、でも、やばいよ。おえちゃんがうまい。おえちゃんがうまい。そうなんです。
頑張ったんです。まあでもこれ結構カウント伸びたから、おえちゃんの対応100点じゃん、マジで。こっちは先生、打開がマジで厳しいんだな。いや、きついよね。わぁ、もう好きなんか、嬉しいね。ちょっと、バッチリ出ちゃうからな。ああ山飯きつい、これやばい、まだ褒められてたぞ、まだまだあるぞ、まだ来るぞ、これ、これマジメインで打開してないと必ず飛ぶ。マジのナイスだね。なんか俺活躍し、俺山道切り取れ、よし、ナイスよし。いや、これ濡れねえな。うわおえちゃん強い。強いね。いやまあやってる。絶対入ったところで決まってる。あれね、あそこなんやね。そうそうそう。あそこ上かったと思うね。参加しとる。これ胎児のアーカイブ見てるだけなのに会話しね。参加しとる。またもういつまで俺ムチのネタこするね。またムチで叩かれるおえちゃん。ね、お前まだムチ叩いてたんか。毎年これ見ることになりやん。去年、え、俺この人にケツ叩かれたのいつやったっけ。まだ叩いてた。俺じゃん。てかこれ別バージョンや。これあれは巫女のた姿で叩いてたんと別バージョンなんはいいんやけどさ、叩いてる人が同じなんはええわ。なんで叩かれてる人同じやね。この女の人、その男しか叩く人おらんのかな。また俺やん。これちょっと、いや、もう感が思い出したくない。ほらこれ思い出したくない。30分ぐらい誘われ待ち続けた結果、勇気を出してようやく報われた哀れな大江の。これはですね、なぜか繁盛と木工と吉生がですね、まあ継承略なんですけど、なぜか3人で麻雀してて、あと1人いないかなって言ってるって言われて、ってちょうど俺も麻雀してたん、その時に。その時に、へえ、まあ俺別に言われたら行くけどねみたいな感じで言ってて、そんでどうしたんやっけ。あ、なんか誘われるっぽい。よかった。なんか誘われる中になってる。よかった。やった。なんかディスコに俺呼んでもらえるみたい。みんなやった。ディスコ、見てる見てる見てる。エーペックスの部屋ってどれ？エーペックスの部屋ってどれ？やばい、エーペックスの部屋がわからん。エーペックスの部屋ってどれ？ディスコードの。な、ちょっと、待って待って待って。エーペックスの部屋ってどれ？エーペックスの部屋ってどれや、ディスコード。エーペックスの部屋って何？一本ください、一本ください。どれ？エーペックスの部屋って。一本ください。な、こんなんか誘われたんや、結局。いや別に自分から言ってもよかったんやけど、向こうが誘ってきたから参加してあげたよな。そうそうそう、懐かしいな。俺これ後日さ、もこさんち行った時、おいちゃんあの時どうしてたん、あの時何やったんって言われた。そう、なんかやたらて、いや別にあの時ちょっとなんかおかしくなっててさっていう。そう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 、あったわ、懐かしいな。え、これおもろいかな。草ついてるから面白いと信じて見ていい？何やってんねんカッサン。ちょ、最近うんこちゃんの思い出も大事にしてかんとな。あ、ごめん、うんこちゃんの思い出。何やってんねんカッサン。いきます。なんだ、どうしよう。うんうん、とある V がハートを描いた身内の相関図を作ってた件。こういう感じで自分がここにおって、こういう感じでさ、自分がここにおって、これが何々で愛人とか恋人とか両思いとか書いてんの、くっさ。ほん、ひげ剃ってら本当に、いや、そんなことしてんの。え、何それ。あー、カッサンって誰。知らなかった。本当にこういう時に顔映ってると気まずいわ。何やってんねんカッサン。ちょ、あかん、これアーカイブ消すわ。うん、あかんわ。
だってそんなことするなんて思ってなかったからさ、なんかあれは意表つかれたっていうか、なんかあの なんやろ、まさかスカーフ持ってるとは思わんくって、そうなんやって、どう考えてもうんこちゃんハチ巻きとか持つタイプやと思ったら、こだわりメガネ持っててさ、ちょっとびっくりしてしまったシーンやったんや。せや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 、野良に命令される35歳なよこれ。俺に命令したやつがいるだと。拡張ヘビーマガジンを発見、レベル2だ。どうぞ持ってこいって書いてある。はい。僕あの拡張ヘビーマガジン装備してるんで、どうやって持ってけばいいんでしたっけこの場合。バッグのなんかを捨てて持ってこい。いや、バッグの空きあるんですけど、どうやって持っていったらいいかわかんないんです。じゃあお前が持ってるやつを俺がもらうから、お前はなしでいけ。はい。俺35歳なのに。なんてやつやこいつ。はあ、平和だねーってね、優しい世界やな。俺みたいなやつがプロゲーマーにならなあかんよな。では5月最後はオシュラちゃんで締めましょうか。名作マッドです。俺これ好きなんよ。アドちゃんが歌うアシュラちゃんを元に私のマッドが制作されました。ええやん。あー、なんかはめられてる。これだけでも面白いのにさ。ええやん、これ好きやわ。え、何これ。毒を盛られたことに気づいたオエちゃん。知らねえわ。はあ。バナナンバナナンバナナ。なんやそれ。こドスケベピンボールやん。こんなん見やんでもええわ。真ん中に落ちると、いやテッカテカやん。ダメー、おかしくなる。時間が足りねえ。きたー。なんでこの人当たり前のようにパンツな。いけいけいけ。こっちはやばいやろ。あ、これ水着ですよ、水着もちろん。やばいやん、こん時脱ぎすぎやろ。6月ちょうどこの辺から低迷してくやつや。ちょうど低迷してくんや。パニック、あ、これ覚えてる。これあれやろ、アークや。アークでサメが出てきてめっちゃビビる。この辺にサメが映んやって、でお前ら気づかんだり、気づいてるやつもおんねやけど、ここ見とると俺がそれに気づいてマジでビビるやつや。でも死んでたってことは近くにさ、ヤバいやつがいるってことじゃねえの。冷静に考えろ。いたいた。しかも最初に一回映ってんねん。ちょ、もう一回見せようか。見とってな、この辺な、この辺。死んでたってことは近くにさ、ヤバいやつがいるってことじゃねえの。冷静に考えろ。いる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 。これマジでビビった。しかも1回目映ってんの完全に気づけてないのかな。なんで謝ってんのって。俺殺されるとき謝るタイプなんや。最後はポケダンで締めたいから、応援の高い木、ゲームとリアルの区別がつかなくなる。これね。
このようにジョイコンを持ち、遊び大全だっけこれ、こう、ちょっと待って、ちょっとは意味がわからん、はシンプルにアホで、じゃあ次はポケダンにすら本性を暴かれるおえちゃん見てみましょう。ストラップめんどくさいじゃん。そう、最初の占いでな、あるぞ、なんやろなんやろなんやろ、え、俺なんだろう、なんかさっきおめえらコメントでコダックねえとか言ってたやんか、何になるんやろ。結構ずぶとい人のようだね。さや、めちゃめちゃ繊細ですよ今。今あれにあれって俺バクバクしながらさ、今日できるからちゃんとって思いながらやってんのに、全然ずぶとくない俺。これやり直した方がええ？間違ってるこの診断、俺ずぶとくないよな。大胆でちょっとやそっとではびくともしない君は、そうなんか。レストランで残り物をタッパーに詰めてもらったり、あ、まあそれぐらいならもったいねえやん。おごってもらえるときは遠慮せずにバクバク食べたり、いやそんなことない。イメージ悪くすんな、なこれグルかポケモン不思議のダンジョン、なんか悪いやつ見てやねえか俺。普通の人がためらうことでも涼しい顔してやって違う、また違うね、悪い、悪気がなかった、違うね、ほんと悪気があったわけじゃないね、あれは違うね。普通に言ったらなんか周りが引いて、あ俺やばいこと言うたんかなみたいな空気なってもうて、俺にそんな悪意とか一切なかったんや。でも涼しい顔してやってしまったらしい。みんなが君に腹を立てていてもそれにすら君は気づかない。そうなんか、なんかおめえきっと君は大物になれると思うよ。本当に売れかけてる。最後に勝ち残るのは君だ。なんか嬉しいこと言ってくれんじゃねえか。あるぞ、なやろなやろなやろ。いいじゃん、いいこと言ってくれんなポケダン。本当に最後に勝ち残り生き残るのは俺やな。そしてそんなゲームの実況で一番の名シーンがこちらです。時空のホールに吸い込まれていくおえちゃん。別れるのはまだ早い。え、うわー怖ー、片手でお前たち、お前たちも一緒に来るんだ。うわー、みんな助けてー、吸い込まれるー、助けてくれー、やだー、行きたくない、時空のホールに飲み込まれる、助けてくれー。めっちゃ響いてますや。わかる。この人おもろいなー。そして7月7月これくんのか。いやなんか謝罪とかもしてますね。うわストレイやん、夏ストレイやってるよこの時。嘘でしょ。この手のゲームなんか、ゲームやったねこれ。猫になるゲーム。やべえ、気持ち悪い。敵って分かったら気持ち悪くなってきた。いやあ！あ、こいつらヒルだ。急ぐにゃだ。このゲーム怖いよ。このゲーム普通に怖かったよ。最初の序盤が一番怖かった、このシーンが。
本当によくできた。なんか猫になるゲームっていうから可愛いと思ったのに騙されたんよ。あれあのシーン一番怖いよ。あ、目ん玉のシーンも確かにビビってた。あれも怖かった。これは三重のニートと和歌山の兄貴が仲間になる瞬間。なんかこれ人気あった気がする。これ何だっけ？和歌山の兄貴みたいな、この不死身の和歌山ってやつか、こいつか。いいんじゃないですか？ 2 番です。3番さんどうぞ。いやいや、お前、仕切ったらおかしいだろ、ホストさんがいるんだから。あ、怒られてる俺が。ホストさん、後ろで変な音鳴ってんの、あの、一回止めていただいた方がいいと思いますよ。ホストさん、2番が後ろで変な音言ってんだけど、それどういうことや？こいつ嵐なの？ホストは。嵐じゃないです。うん、ルール説明するたびに人が抜けてるから。考えてる。あ、兄貴が人集まったぞ。ワールド、みんなの意見聞いてよなあ。一回気持ち切り替えた方がいいぞ。いや、ルール説明したら抜けるのは僕の責任なんですか？後ろで変な音はお前が鳴らすからじゃねえのか？そうだ。あ、これですか？この音ですか？そう。なんかヒアリングテストみたいなのしてるみたいだけどさ、それ一回止めろよ、テープ。和歌山が味方になった。わかりましたじゃねえだろ、電話で。怖え。これペクスやってんの？お前どんどん人いなくなってんじゃないか。なるでしょ。そのうち俺とお前二人きりになるぞ、これ。じゃあそうしようか。それでもいいんか。でもやっぱよかった、このゲームサービス終了して。本当によかった。こんなん続けてたら絶対頭おかしになる。はあ、このあと人生相談してたんやっけ、こいつらが。何これ。なんか僕この辺大したことないんじゃねえの、大丈夫。もうすでに手遅れなダメ人間、大江の高行。ああ。このまんまじゃマジで人間ダメになる。なんか革命しやな、革新しやな、改革しやな。だーん、堕落しようってしてるよ、十分。これ以上？だって世間は月曜日になってみんなこれから今日仕事始まるんやろ。それなのに僕と来たら11時ぐらいに起きてさ、こんな時間に、わあしんどいしんどいって言ってたら怒られますよ、社会の皆さんに。火曜日だよ。で、あ、え？あ、そっか。もう今日から仕事は始まってて、で明日も仕事なわけやんか。あ、そうか。あ、そうか。ちょっと狙ってないとこでダメなんやめたい。即落ち2コマ。なあ、俺何を2コマで落としたんや。なあこれ、アダルトグッズの店員、コンビニ、マック、雑貨屋、映画館、これ俺がやってきたバイトやねえかよ。あ、そう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 。映画館、ゲームセンター、バイトをしますが、おえちゃん自身の生活が辛すぎがゆえ母親に泣きながら相談します、うん、仕事やめたい。その方法を伝った涙、はい、一粒一粒の涙がおえちゃんの配信を復活させ一粒の涙が集まり川になり大きな敵を作るかのごとく怒涛の勢いを見せていくことになります。配信復活したおえちゃん、東京へ上京、母校との関係を深め4ヶ月で実家に帰る。そして2017年、ちょっと待って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 、4ヶ月で帰っとるやないか。さらっとさらっと4ヶ月で帰っとる。なんならババさんにもうちょっと頑張ろうって言われたのに俺は帰った。もういたくない東京に。そうか。この人元気されてますかって本当に嫌やったわ。そして
7月最後は封印されし三重の鼓動を実施。大江のマッドです。うんうん。大江ちゃんマッド最新作だよって本当に？これ半年前か。君のデッキには。いや、あの、ハガなんですけど。普通にハガです。タイトル、無色王。君のデッキには、カイバ君を倒したカード、エクゾディアも入れてあるんだろう。なんで知ってんの？ねえ、見せてくれない？その幻のカード。さっきお母さんに見つけてきてもらったんや。ここちゃったかなーって言って、私の記憶力すごいわーってこれが出てきたん。これがエクゾディアの封印カードか。ミョウギ君、僕はずっとこのカードを倒す戦略を考えていたんだ。何それ。でもなかなか見つからなくて。気が狂っとる。えじゃん。でもようやく見つかった。気持ち悪い。え、何これ。やめて、やめて。ああ、意味がわからん。意味がわからん。意味がわからん。やめて。ああ、オリディアーナ。ジーサルやぞー。ちょっと助けて。あ、意味がわからん。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ごめんなさい、死んじゃった。ちょっともうごめん。ゼルダといえば待って、こっち一番好きやからこっちにしよう。先コツン、これあれやんな、 一番人気のキャプチャらしい。待って、角度や、さっきうまくいったやねえか。いけいけ、いって、なんか跳ね返…やったなかなかないらしいこれ。やったぞミファー、やったぞ俺は。ミファーにも世話になったな。そして最終ボスに挑むとき朝7時、裏ボスにおじけづく俺。最終ボスじゃないこれ、ダウンロードコンテンツの裏ボスか。くよか、2時間にしなんだ、勝手に体が負けらんねえんだよ。あ、その声はミファ。頑張って、あなたならきっと勝てるから。ミファ、おいおい、君の力はそんなもんじゃないだろ、ディーバル。あとは君に頼むよ。おい、負けたらおめえ承知ねえぜ、アグオ。ダルケル。あんたが勝つってみんな信じてるんだよ。ウルボザー。俺やるよ。勝ってみせるよ。あと16秒。せや、マスターソードの。ここさえ登れば、マスターソードの決まってんねん。目にもの見せてやるよ。名もなき戦士よ。行くぞ。なんて気の利いた時間稼ぎしてるんや、俺。いやー、懐かしいねー。じゃあ最後に絆愛を見て、8月お別れです。見せろよ。で、見れない、何言うて、そんな安ないよ俺のコスプレとか。でもそういう、そう、本当にやめやん、そういうの。だから男でコスプレするって、お前女じゃねえんやから。だってコスプレってお前結構ハードル高いもんやで。前振りが投げ。はい、どうも、キズナアイでーす。本当に。見たらあかんもん見てもうた。うわ。メイドインアビスやろ、9月といえば。これよ。
メイドインアビス、相棒を消し飛ばし爆笑する大江の高行。何？あ、行けー！こんなん嫌や。リコ、つやんな、リコ消し飛ばしたよな。いや、ちょっとボタン押さずにどうなんやろって見てたんやけど。わざとやった。そっか。ガクってなるわ。しかもお前、最初の前振りがさ、体が思い出したって言って。こうすればいいんだ、体が思い出したようで消し飛ばすからな。このシーンおもろかったわ。どうしようかな、苦節4000に。あ、ってことはこれあれや、名シーン。アサリといえばナイス。入れちまえ。しー、カット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 、これうれしかったな。そう、時間来たやろ。ギリギリやった。2580、444位。もういい、もういいよな、ここでいいよな。2587、王冠つく。スプラトゥーン2はやんねえかな。3あんまやってねえもんな、正直。本当に残り15分やった。その最後の、一番最後の月末の最後のそこでおかんとんねん、444位で。だからあと3戦しかみんな潜れやんから、どう頑張ってももうおかんつくで終わんの。オワコンゲーだよー。でスプラトゥーン3マジでな。いや、2のお風呂使いてーわー。そうね、話あんま聞かんよな、誰もやってない。まあ2は誰もやってないっていうか、流行ってないけどずっとやり続けてたけど、やっぱりちゃうねんな、心から愛せてないんやろな俺3を今。いやー、シーズン制、いや、シーズン制はまあ1ヶ月に1回リセットのがいいよね。まあでも2で王冠最後取れたし、それでいいんじゃないかな。そんなスプラトゥーンのコント、アサリクラブ、ご覧ください。これ3や。誰が持つ、アサリ誰が持つの、みんな結局6個に戻ってるやんけ。決めやなあかんね、人をね。はい、ワイプアウトまでしたのに。さあ、性格のいい大江の高行さん、なんかさ、トップページさ、お前ら見てこれ、おかしくなりゅう、ちょ、おかしいんやってマジで。まず小池てっぺそんなしてないし、野球って俺知らんけど、ゆるっといろはにゲーム部、まだこれは許せるわ。デコボコ杯もやると許せるわ。もう見て、ピックアップ、スプラトゥーン1から活躍し続ける子さん配信者ってさ、パイナッポーさんのことやけどさ、俺スプラザやろ、
で、絡まりとか押してるけど、こいつらやってねえやん、オープンネックで、ほとんど。なのに俺がいないの。昨日トリバーやったよな、これ。俺いつ出んねん、これ。運営どうなっとんねん。こびる相手間違えてるよ。だからあとさ、このデコボコ範囲の詳細見て、お前ら。おかしいんやって、運営が。変な。伊達に行こうぜ、あと4日後やん。一番最初、大志さん来て、俺が来てねえの、これ。わけわからん、こんな普段オープンネックでやってないやつら、こうやって出してさ、俺、ダソークより後なんよ、おかしいだろ、これ。モコーより後、オープンネックの扱い、モコーより下か、俺は。やってねえやろ、松本もざま。ふぅ。じゃ、ああ、精神が安定できた。俺より下がおったわ。で、9月といえばね、APEX のそのデコボコ杯でね、僕と泰治さんがチームだったんですよ。そして、加藤純一さんとモコーさんがチームでね、撃破する瞬間をご覧ください。やってやった。あれ、キル取っちゃった、ごめん。オッケー、やった、ナイスです。加藤純一もこう倒したすごい、普通に倒しちゃった俺。いや、いいよいいよ。これね、この前のやつ戦わなきゃいけないから、うん、もう行こう、早めにファイト、もう行きましょう。アーク投げてる。あー、気持ちいいね。でもこの後やり返されまくるからな。いやー、面白かったわー。加藤純一もこう撃破って言って、俺がうんこちゃん倒して、泰治がもこさんを倒すのね。で、加藤純一さん視点で、うわ、泰治さんにやられた、泰治さんにやられたって俺が倒したんやけど、ずっと加藤純一、うんこちゃんが、うわ、泰治さん強いわ、泰治さんにやられたって俺にやられた事実を隠すねん。あれはおもろかったなぁ。いや、いい思い出は本当に。おい、10月もうこれ最近やん、もうあー、いや、最初にまずこれから行くか。アクアリウムの体験版プレイした時の僕ですね。その後配信、アクアリウム終わってから、おいちゃん配信しないなってみんな待ってたでしょ。その時の私が何をしていたか、ここで分かります。アクタン、アクタンって今配信してるのは僕なのに、本当にそんな。アクタンの思いを込めて歌います。聞いてください。ええ曲やねん。風ひとつ止まってく音を奏びかせて、流れ出す朝焼けの空を飛んでく。聞こえた震えてる声の君は誰だろう。なんでかな、会いたくなったんだ、会えるかな。夢ひとつカバンのポケットに忍ばせて、金ひとつ始まりの朝にと響。思い出す結んだ指に残った温度は、今もまだ青く残ってる汗ぬまま。鳥や雲じゃないから飛んでくのは無理だね。それだったら歩き出してみよう。そうやって描いた今日も通り越して、明日はもっと君のそばへ、前へ、そう、前へ、少しずつ進んでく。一歩五十歩百歩踏み出して、揺られてる木々が青く滲む、青く滲む、綺麗に会いに行く、会いに行こう、今すぐ。
あっ配信終わってからずっと練習してたん、俺はこのアクアリウムが終わってから次やるときに今歌わな、歌うタイミングないと思って、いや懐かしいな、いや懐かしいって言っても最近じゃねまだ2ヶ月前やんこれ。いや何リコブタの末路って、リコブタの末路って何やっけ、何リコブタって、友達とスプラトゥーンやるってなって、でエンディングでね、あのまあお前らありがとうバイバイって言ったんやけど、俺分かってたんやけど一つ仕込んでた、これで あこれね、あのスプラトゥーンであの何だっけ、月1リーグマッチに視聴者を集めて、視聴者でもうあの募集をかけて来た人から選んで強いやつとマジで狙いに行くってのやった時や、いや違うエリア杯や、月1じゃねえエリア杯に参加するってやつで、そうそうそう、それであの強いやつ集めてエリア入った時にこうやってまあみんなと終わった時にちょっと一つネタを仕込んでたって話、今日ドラちゃんどうやったんとか言うて、渡里夫さんどうやったん、クレイジーどうやったんみたいなことを聞きながら聞いてる途中でこれ流そうと思ってた完全に豚やん、本当はこれを流す予定やったんやけど、もうそんな余裕なかった、そうなんよな歌ってね、今日はまだ来ないかな、初めての感情を知ってしまった、窓に飾った絵画を謎って一人で宇宙を旅してそれだけでいいはずだったのに、今日はみんな本当ありがとう、応援やるさ、そういうのやろうかなと思ってたけど出来やんだよな雪は後にしよう、モニター破壊の経緯って何やったっけ、俺2回目のモニター破壊するんやそうやはあ、いや違う違う、あのねちょ粘着されてずっと俺のこと荒らしてるやつがいんやって普通に、でそいつが何回ブロック入れても蘇るから、あムカつくなと思って、お前にだお前一人に時間割いとんの嫌やねんけどっていう話をして、まあかまあ、お前らもそんな構うなよみたいな感じで、もうやだやだみたいな感じで言うて、うんこいつのせいでとんでもない空気になったな、よしはいそうですか、わかりました、私が悪いございました、じゃあ配信終わりますって言って終わったんよ。それが前枠なん、別に公開してもええと思ってる、でその後3秒後に気づいたらモニターが割れてた配信終了した、その3秒後にモニターが割れてんねんっていう経緯があったん、正当な。さてと、じゃあ雪を助けてくれ、涙が出てくる雪男の最強プレイ、これ2回目のエペ祭りやね、もこさんと雪男と俺や、上登ってるやついる、ごめん角取られた、これすごかった、クレーバー、だってみんな固唾を飲んで見守ってる、俺らはアホみたいに死んだからさ、結城千尋のチームにやられて、幸男だけが頼みやったんや全部やんのよ一人で、ちょっと涙出てきた、幸男よく俺涙出てきた、天才やあんたマジで勝てる、マジで勝てる、こっからあんた天才ですわ
俺、そうやばい、もうマジでモニター見えねえ。いや、これ勝てるっすよ、マジで。で、これなんか噂によると実はオリックスが優勝して涙を流してたんじゃないかっていう。そんなわけないと思うけど。だから、あの、ユキオのプレイ見ずに、あの、裏でスマホで、あの、野球を見ながらオリックスが優勝して泣いてたんじゃないかっていう。嘘でしょ、さすがに。いや、そう。おもろすぎやろ。モニター見れないって。オリックスの優勝に釘付けで。10月15日ですよこれ。本当だよって、こん時荒れたもんな。あ、後日あの会った時に、いや、あん時ほっとに何もできなくてみたいな感じで落ち込んでたぞ。ちょっとこの2回目のエペ祭りは、この後ユキオに蘇生されてもらったわ。ええものの、なぜかモコさん12丁持ってて、あの、うん、あの、突撃してすぐ即やられるっていう。そうそう、ユキオのプレイ見ても自分がユキオって勘違いしてさ、やらかすね。いや、おもろかったな。いやー、いや、いいじゃないのよ、いい思い出やわ。あったわ、こんな。練習してないって言うけど、もこさんと俺やってたのよ、二人で。こうやってちょっとゆきおくんこれやんかもしれやんけどって二人で練習しようって時がこれです。ゆか、いいや、今 G7 カーにした。うんうん、G7 なんだ。え、ごめん、落ちた。あ、マジで。うんうん、ちょ待って。うん、まあ、うん、大丈夫、ちょっと助けに行くで。うん、あ、ありがとう。これ どこや、あの、そこのリング俺なんか、うん、落ちたわ。そのジップ使えばよかったのに。あ、これ一応謝った方がいいかもな。心拍は聞こえません。これおもろいな。これおもろいわ。よかった、これ大会じゃなくて。あ、ね、ほっと。大会じゃなくてよかったな。本当に。これおもろい。どれ見よう。盗作に気がつくおえちゃんは好きやったな。盗作に気がつくおえちゃん。最近じゃん。そう、もう最近やでよ。サクッと見て終わろうぜ。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。まず、みんなこれ覚えといてな。これは風刺画で投稿された、この V、 それでも VTuber は頑張らなきゃっていうツイートな。バレて泣いてしまったと。よくあるネタなんやろな。いや、はあ、コラボしないで目障りってそういうことか。で、それで荒れちゃったんや。これモコキッズのコメントなんや。これ好きやったわ。
なるほど、あの普段コメントしてる人じゃなくて来ちゃったんや、目つけられて。なるほどね、解決したわ、また一人救った、よかった、また救ったらしい。これあれや、え、11月って言えばさ龍が如くやけどさ、龍が如くキャプチャ少ねえ。え、デトロイトとかも意外とキャプチャーないね、こうやって見ると。名作やったのにな。で、そのさっき話してた龍が如くで、なんか事件があった時にこんなことがあったらしい。うんうん、何スプラ見たって X 隊が来たんやろ、枠なんで消したの、え、何の話してるんですか。どうもこんにちは、ひげがひでえ。ですね、16時代に僕龍が如くをねちょっとやろうかと思ったんですけど、ちょっと枠取ったらムービー中にね、お風呂出たばっかだったんですけど、僕その時にコメントが流れなさすぎてなんか変な汗出てきて、ちょっと待ってみんな一回終わるわって言って終わりました。頭おかしい。そんなやつ見たことない。で起きた瞬間に俺はで起きて冷静にこうやって、なんて気違いな行動したんやなって。うんうん。何スプラ。本当にさ。もうだってこれでさ、新着順にしてさ、今月になるよ。ああ、キャプチャでもこうやって見るとさ、いっぱい作られてんやな。うわあ、もうこの辺は見やんでもええか。ははは。もう見やんでええか、この辺は。昨日のことですしね。うん。やったなぁ。あったわぁ。涙しかない。涙流れすぎやもん、俺のスタンプ。最近よく泣いてたんやな。これもある、これ3日前か、弱者男性の特徴とら上げてたやつ。いやー楽しかったですね。これが1年やったか、今年の。来年どうなってんだろう、怖えな。いや懐かしいですね、ソイカのキャプチャだけ異常に多い。お前らあんなにさボロカス言うてんのにキャプチャの数だけ異常に多い。めちゃめちゃある。全部同じ人じゃん、俺が攻略したのトウコやからな。いやぁ本当に多いと、どんだけキャプチャー撮ってんねん。ソイカのみんなおもんないわ言うてた、ソイカのひたすらキャプチャーしとるやつおる。どんだけ好きなんや。うん、作者かもしれんな。まだあれ？え、嘘やろ？こんなにやった？おい、面白いシーンめちゃめちゃあったんじゃねえか。いや、もうだってさ、どうやってこいつもう配信見てなかったんちゃうか、キャプチャー撮ることに意識いって。あ、やっと終わった。では初手キモすぎるワイプゲーでも見てね。え、おいちゃん、ソイカノってどんなゲームだったの、僕知らないって人のために。こんな感じのゲームでした。ちょっと待ってよ、こんなお前ん
どの女がいいかな。いいゲームやったな。こうやって振り返るとさ、楽しかったな。ほんとにほんといいゲームだった。楽しかったな。いやー楽しかったなー。いや一応本当にね、皆さんなんちゅうか今年一年ありがとうございました。散々ウジ虫とか脇書きにも切れ散らかしたけど、なんやかんやいい一年だったかもな。かもねー。